旧日本海軍迎撃用局地戦闘機試電会。アメリカ軍は試電会をジョージと呼んでいた。案内板には第二次大戦の軍用機のうち最も優れた万能戦闘機の一つと記されている。長さ 9.35 メートル、重さ4トン、一人乗り。エンジンは中島誉れ21型、1990馬力。これはゼロ戦の2倍にあたる。最高速度は796キロを記録している。強力な20ミリ機銃を片翼に2門ずつ、合わせて4門備えていた。太平洋戦争前半の主力機ゼロ戦は軽い機体と小回りの利く操縦性で勝負した。これに対して試電会は高速高馬力、強力な武装、そして頑丈な機体でできるだけ搭乗員を守るという設計思想のもとに作られた。それは戦争末期に至って軍部がようやく取り入れたアメリカ側の設計理念に他ならなかった。
村に行きましてね、6月頃だったと思うんですが、ある日源田さんが、源田司令が彼らから帰ってきまして、豪華の司令から飛行長、特攻出せで行ってきたよと私に言われたもんですから、行きましょう、その代わり私が一番先に行きます、だから隊長、兵学校で全部やってくださいと、優秀な人間をね出せばいいでしょうと、必ず戦果上がりますと、その代わり司令、あなたは最後に行って、それで終わり、ただしもう一つ条件がありますと、この参謀ね、特攻やる特攻やるってどういうものかね、私の後ろに乗っけるから最初にね来なさいと、それだけの気持ちがあるんであれば三陽さんは見事に三陽さんだけでやりますって言ったんですよね。で源田さんも全くだと、それっきり特攻の話はありませんでした三陽さんには。